皆さんどうもおはようございます。こんにちは。今回もですね、無双ロジ、職軍の無双モードやっていきます。でね、特技が増えましたので、入れます。あとね、経験値はとりあえずいいとして、武器融合。こいつまだ直なんよな。このね、残が欲しい。残。固定ダメージ及び敵を倒すことがある。これが欲しいですね。あとは新速も欲しいね。攻撃速度が上昇する。極意、これも欲しいね。攻撃力が上昇。よし。で、ちょっともう正直超運以外は今のところ育てるつもりないんで、こんな感じでさ、レベルが上がるんやけど、あ、ミスター。あ、そうか。やめれんのか。やっちゃった。あとは、ちょっと一旦今回外伝やります。外伝でちょっと、経験値稼ぎをします。将軍らは上田城を脱したものの、オロチ軍に行く手を阻まれてしまう。そこへ、将軍らの危機を聞きつけた脅威が救援に駆けつけた。しかしオロチ軍は多数、このまま戦っては収穫適せず敗れてしまう。そんな中、島津義弘が味方の軍勢を最大限に利用できる策を提案した。さあ、ということで、これ外伝さ、そのショーが終わった合間に入れてった方がいいんかな、これ。いまいちそこら辺がよくわからんけど、まあ適当にやっていこうか。いきます。もう策なんて知ったこっちゃないので、ひたすらぶっぱしてボッコボコにしていきます。みんなをボッコボコにしていきます。なんちゅ、暗めちゃくちゃ暗い。将軍殿、ここを通ると聞きお待ちしていました。この先は敵が封鎖しています。進軍は難しいから。ならば釣り出して叩き伏せればいけるでしょう。釣り出すか、面白い。やってみよう。では私は手勢を引き、伏して木を待ちましょう。おい、来い。敵を見つけたぞ。おえ、めんどくさいんやけど、倒していい、とりあえず。ダメな、いた。誘導せないかんの、やっぱり。はい、来い来い、はい来い来い。はい、来い来い、こっちこっち。うわ、近いな。結構来とんな。こっちや。おるよ、目の前に。隠れたんだ。あ、ダメだ。もう一つ、まだ敵がいたぞ。逃がすな。まだ誘導せないかのか。東ね。了解了解、ちょっと待ってよ。なんか器用な、あいつら。誘導されるな、勝手に。島津や、島津が遊びよる。じゃあ、おいでおいで。我が正気試す時。
周宝ってさ、こいつ五軍のやつやったっけ、違うっけ。はい、来い、え、来い、え、来い。おー、なんやねん。どこへ行った。遠くへは行っていないはず。よし。よし。よし。グッジョブやね。かかったわ。参るぞ。敵は浮き足立っている。今こそ攻撃。ちょっと旋風が欲しいな。範囲が狭いな、なんせ。いやー、よし。へい、すげえな。ここは逃げるのが違う。敵将ちょっかり。いや、マジで何不要ですから。こった不平です。前線部と南西に戻るのです。私では止められぬ。敵将ちょっかり。当たらんな。あれ？あれ？オッケー。撤退します。後を頼みました。敵将。よし。これで。お見事。策など不要ですかな。これでどうしたんや次。もう行っていいんか俺。馬いらんな。馬ちょっと今んとこいらんな。これでいいな。全力で参りますよ。みんな出るぞ。いやん。OK。ここは逃げるのです。次へ行こう。我が部、一番がいい。全力で参りますよ。はい、来い。何もならぬ。敵将、ちょっかり。お見事。策など不要ですかな。痛いな。はい、痛い、すっごい痛い。こいつらさ、なんていう名前、バクニーやったっけ。よし、なんか右に行っとるけど、あいつ無視でいっか。うわ、大凶がおる、大凶がおる、大凶がおる。これ強いな、マジで。どこ行った、どこ行った。
どこ行った、チョン。超高か。超高どこ行った。おった。あれ、やべ。てかね、敵が多いね、すごい。おい、ふざけんな。どいてくれい。倒そう。お前やな、犯人はお前やな。よっしゃ、あ、回復する。ゴール、もう一丁。あれ、オッケー、よし。これでまた誰かとやらねえかの。これダッキーか。あ、終わった。よっしゃよっしゃよっしゃ。今後は私も共に戦います。さあ参りましょう。よっしゃ、終わったね。クリア。ちょっとね、これ外でも入れていくわ。めちゃ強い。敵がマジで強い。普通に負ける。脅威しよう。オッケー。あー、でもやっぱ弱いな。取れる武器が弱いな。よし。さあ、ということで、今回これで終わります。次外伝の2章やっていきますんで、よろしくお願いします。じゃあ、ということでお疲れ様でした。